積み上げられた本籍読み、積読は入手した書籍を読むことなく自宅で積んだままにしている状態を意味する言葉である。積んでおくと読書のカバン語であるとともに、積んでおくの点か、積読にもかけている。この言葉が生まれたのは明治時代だとされるが、書物語時点に江戸時代すでに朗読、目読、石読を書の三読法と称したとあるように概念自体は、 関読みという言葉が誕生する以前からあったものと思われる。考案者は、田尻根次郎や和田垣健三など諸説ある。普及時期は不明であるが、1879年の小雑誌、東京新紙』に、つん家、つん先生の記述があることが確認されている。他にも、内田ロアンの随筆、つんど先生来存のように、明治から昭和初期には、 かなで、寸読と表記されていた。室山まゆみの漫画、アサリちゃんの単行本題発刊にも、寸読として同様の意味で登場している。ビブリオフィリアや、ビブリオマニアなどの類語は存在するが、日本語以外で同様の概念、修正を表す言葉はなく、2010年代に寸読として英国などで広まった。アルフレッド・エドワード・ニュートンは、 読むことができなくても手に入れた書籍は無限に向かって、到達する魂よりも空っぽな一冊の書籍を読む、行為より多くの書籍を購入したくなる興奮を生み出す。我々はたとえ読まなくても、本のだった一つの存在感が慰めをもたらすし、いつでも手に取れる安心感ももたらしているから本を愛している。と述べている。ありがとうございます。